はい、先ほど10分前からですね、慌ただしく準備が始まりました。広島市内のホールです。まず皆さんに見ていただきたい色紙があります。貴重な1枚をお借りしました。明日の上演を前にですね、あるスターがエールを送っているんです。脚本を読んで胸が熱くなりました。世界中で二度と核兵器が使用されないよう、私たちも声を出し続けなければならないと思います。5月9日、吉永小百合と書かれています。吉永小百合さんの達筆の直筆です。これすごいですよね。どんな朗読劇が、吉永さんも注目する朗読劇がどういうものか、まずは VTR ご覧ください。まっさらうちの手を見て泣いたから、うちは絶対に許さんよ。指は動くようになると。朗読劇の題名は蛍火。心の和解をテーマに、原爆で右手に深い火傷を負った少女が、戦後一人のアメリカ兵と出会い、敵対心が消え、相手を理解する大切さに気づいていく物語です。主人公は原爆投下から3日後に撮影されたこちらの写真、焼け跡に立つ少女がモデルになっています。つい5年前、この少女が当時10歳だった藤井由紀子さんと分かりました。藤井由紀子さんは1977年に42歳で亡くなりました。今回の朗読劇の発起人になったのが、藤井由紀子さんの息子で東京在住の藤井哲信さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。藤井さん、今回は実に市民が70人以上立ち上がって朗読劇が作られていくんですけれども、はい、前日迎えられていかがですか？そうですね、企画から4年半かかりましたけれども、多くの方の支援をいただいて、やっと上演にこぎつけたということで嬉しく思っております。はい、藤井さんも高校時代演劇部だったということで、今回出演されるということなんですよね。はい、主人公の心の変化を促していくメインキャストで出演されるということで、はいはい、お母様も喜ばれているでしょうね。大変な役どころですけども、頑張って演じたいと思います。はい、明日から上演が始まる朗読劇蛍火なんですが、初演は明日午後7時から、そして明後日は18日は2回午後に上演があります。サミットでこういった各国首脳が訪れるタイミングでの上演となりますけれども、朗読劇で藤井さんはどのようなことを発信したいですか？そうですね、サミット直前ということで、そういう時期にやることが意義があることだというふうに思いますし、広島の地から平和を発信し続けたいというふうに思っております。はい、広島から平和の尊さを訴えます。以上、広島市内のホールから中継でお伝えしました。